はい、エンジニアチャンネル青島です。今回は、プログラマーの実際の仕事内容というテーマで話していきます。このチャンネルを見てる中には、仕事としてプログラミングをやっていくことに興味を持っている人もいると思うのですが、実際に現役でエンジニアをやってる自分がどんな仕事をやってるかについて話していきたいと思います。まず前提として、僕の会社は自社のウェブサービス開発をしています。この会社の中のエンジニアの仕事内容というふうに思ってください。エンジニアというと、プログラミングをずっとやってると思われがちなんですが、意外とそんなことはないので、ぜひ最後までチェックしてみてください。このチャンネルではプログラミング初心者に向けた情報を現役エンジニアの2人が発信しています。まだしない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきましょう。一つ目の仕事は企画です。サービスにこんな機能を入れたら便利になりそうというものを考えます。この企画という仕事は会社によっては役割が分かれていて、ディレクターという職種の人が行うこともあります。サービスを使ってくれる人のことをユーザーというのですが、ユーザーに便利と思ってもらえるものだったり、もっとたくさんのユーザーに使ってもらえるための機能を考えていきます。例えば YouTube を例に考えると、動画の右端をダブルタップすると10秒スキップできたりしますよね。この機能も初期の YouTube にはなかった機能ですが、簡単に少しだけ早送りしたいというユーザーの欲求を満たすために追加された機能と考えられます。二つ目の仕事は設計です。企画の段階で考えた機能を実際にサービスに組み込もうとなったとします。そうなった場合、いきなりプログラミングをしていくわけではなく、まずは設計を行います。設計では機能の細かい部分を詰めて、どうプログラミングすればそれが作れるかを考えていきます。先ほどのダブルタップで10秒スキップの機能で言うと、スキップした時の画面の表示はどうするか、2回連続でダブルタップした時はどうするかなど、細かい部分も設計で詰めていきます。3つ目の仕事が実装です。これがいわゆるプログラミングをして機能を作っていく仕事になります。先ほどの設計で考えた通りにプログラムを書いていきます。プログラミングは集中してやることが重要なので、ここで他の人に話しかけられるのを嫌うエンジニアも多いです。そのためプログラミングをするときはヘッドホンやイヤホンをつけて、あまり話しかけてこないでねという他の人へのサインにしてるエンジニアもいますね。4つ目の仕事が調査です。プログラミングをしていく中でエラーが出てしまったり、問題が発生した場合に原因を調査していきます。エンジニアが実装の中で発生したエラーを共有するスタックオーバーフローというサイトがあるので、そういったサイトを参考にすることもあります。またエラーだけではなく、プログラミングで実装を進めていくときに経験したことがない知識が必要な場面も多いです。そういったときも自分で調査をしながら実装を進めていく必要があります。キータというエンジニアの知識共有サイトがあるので、そういったサイトを参考にして新しい知識を吸収していきます。5つ目の仕事が分析です。機能は作って終わりではありません。作った後は実際にユーザーに使ってもらえるかを分析していきます。この仕事は会社によっては役割が分かれていて、データアナリストといった別の職種の人が行う場合もあります。基本的にユーザーがどんな風にサービスを使ったかというのは全て後から調べられるようになっています。分析した結果、使われていないことが分かった場合は原因を考えて次の企画につなげていきます。そもそもユーザーが必要としてない機能と判断した場合は、作った機能を削除したり、新機能が追加されたことにユーザーが気づいてないと判断した場合は、知らせるための方法を考えたりします。5つで紹介したんだけど、俺らもさ、一番最初に入った会社ではさ、設計して実装して調査ところしかやってなかったと思うんだよね。世の中の会社だとこの3つしかやってないみたいなエンジニアも結構多いと思うんだよね。今こう自分で経営したりしながら、企画だったりさ、分析とかもさ、すごいやる幅が広がってたじゃんね。そういうのもやっていく中で、絶対そこまでねやった方がいいと思うんだよね、エンジニアは。一番すげえ大事なと思うのが、例えばこれって PDC みたいなさ、プランドゥチェックだった場合に、設計実装調査って結構ドゥかなと思うんですよ。そうだね、実行していく。で、企画はまあプランじゃん、で分析はチェックじゃん、でプランとチェックがない状態で do だけやってても、限界あるよねっていう気がしてて、何の限界かっていうと、思考の限界だと思うんだよ。何のために作ってるのかっていうこともそうだし、どうやって使われてるんだいってことも知らない中で作っていくのってやっぱりどっかで限界あるかなと。だから結局それやれる会社に入って、もしくは組織の中で一気通貫でできることが、まあ最もこう一番思考の幅が広いよねっていうことで、まあつまり成長がしやすい会社だと思うし、まあ俺が実際に今の会社に来て一番最初に面食らったのはやっぱり企画と分析で、なるほど、まず企画どうやってやったらいいんですかみたいな、わからんみたいな、で分析って何取ったらいいんですかデータのみたいな、全く分かんなくて、で覚えていくというかやれるようにしていくのにすごく時間がかかったことかなと思うから、早ければ早いだけ
いいよねと。例えばカレーを作るなときに、もうひたすら玉ねぎをみじん切りしてるみたいな。もう全工程はさ、わからないわけよね。カレー作ってんのか分からない。そうそうそう。でも実際それがビジネスってなったときにさ、うん、こう企画して、うん、その作って、ユーザーに届けて、そのまた考え直すみたいなサイクルをさ、うん、回したことがないとさ、それって絶対できない。うん、そうだね。結構企画をやりたいって人とやりたくない人の差って、うん、何なのかなっていうと、さっき言ったビジネスの観点なんじゃないかなって思うんで、なんかビジネスをやりたい人は企画や分析の重要性っていうのをものすごくこう感じるし、うん、テクノロジーをとにかく突き詰めたいっていう人は、うん、もしかすると設計実装調査みたいな方が、うん、あの楽しいんだろうね。別の動画でもちょっと話してた話かもしれないんだけど、うん、仕事ってなんか頭使うことって仕事に思えなくなる時あるよねみたいな、はいはいはい、手動かしてる時の方が仕事っぽくなるよねっていう。企画は結構頭使うことが非常に多いから、うん、気持ちよく仕事ができない可能性がやっぱあって、ね、あのなかなかとっつきづらいみたいなこともあるのかなっていう気がしたんだけど、うん、そこまでできるようになったら、うん、めちゃくちゃ楽しいし、うんうん、絶対やった方がいいよねって。結局自分のさ作ったものがどういう風に使われるのかとかさ、うん、作るものが自分が考えたものだったりすると、うん、やっぱ楽しいよね、うん、今振り返ってみると、うん、なんでそれやんなかったのかなっていうのはめちゃくちゃこう後悔してる。一個は知らなかったっていうのがあったね、うんうんうん、企画っていうのがあるんだってそうだ、ね、であと分析ってこうやってやるんだっていうのを知らなかったから、だからぜひこの動画見た人は、うんうん、そういうのがあるんだってことを知った以上、うん、そういうことができるところに行くか、うんまあ、自分でこうやってみるかしてほしいなっていうふうにめっちゃ思いました、うんうん、いかがだったでしょうか。今回はプログラマーの実際の仕事内容というテーマでお話しました。この動画が参考になったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。